クセニアシモノバクセニアシモノバは、ウクライナクリミア半島のイエウパトーリア出身のサンドアーティスト。クセニアシモノバと発音表記されることもある。2008年、世界金融危機の影響で職を失ったことをきっかけに砂で絵を描き始める。それから1年も経たない2009年、母国ウクライナのテレビ番組、ゴッドタレントに出演。 第二次世界大戦の間のナチスドイツに対するソ連の大祖国戦争の中の人生をサンドアートでパフォーマンスを行い番組で優勝。賞金として100万フリブニャを獲得した。YouTube にアップロードされたこのパフォーマンス映像は全世界で5000万人以上のヒットを受けた。これらの功績によって サンドアートパフォーマンスという芸術の存在が広く世界に知られることとなった。サンドアートパフォーマンスそのものは1996年にフェレンク・クカーコの手によって始まった芸術分野である。日本においても音楽家の坂本隆一がツイッターにおいて高く評価したことや、2010年に歌手の安倍不要日の楽曲、空に舞うの PV に出演したことや、 様々な TV 番組でゴッドタレントの映像が紹介されたことによって知られている。2012年1月に来日し、いくつかのイベントに出演もした。その際に日本をテーマとした作品を披露。その映像は下野場の公式 YouTube チャンネルで配信されている。ユーロビジョンソングコンテストに2回演出に加わったことがある。ミカニュートンセカンドプレスコンファレンス。 ユーロビジアン TEB2021 年8月4日閲覧。ユーロビジアン2019アイルランドノックドアウトインセカンドセミファイナル。BBC ニュース HTTPS www.bbc.com ニュースエンターテインメントアーツ -482689092021 年8月4日閲覧。ありがとうございます。